でもさ、勝てない理由なんてさ、弱いから以外ないっていうのがこの格ゲーのいいところであり、苦しいところだよね。もう自分が弱いから勝てない、それ以外に理由がないところが格ゲーのいいところであり、辛いところ。なんで負けたんだと思う？コンボ連が足りてなさすぎる。とりあえず下段が甘い。戦い方がプラチナに戻せなさい。おい、お前ら刺しすぎだぞ。それは刺しすぎ、刺しすぎ。スバルのことコンボ安すぎ、100円ショップじゃねえんだぞ。うるさい。100円ショップ開いてたっていいだろ。もうやっぱりね、マリカもそうだけど、もう弱い自分が一番許せないよ。何を言い訳にサボってたんだよ、練習を。サボっていいわけないだろ、対人戦だぞ。対人戦で練習サボって何で勝てると思ってたんだ。ウェー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 、とにかくゲームで人をボコりたいよ。やっぱ今までさ、 RPG しかやってこなかったスバルにね、対人の勝利というのはね、完全に禁断の果実を味わったような味がする。もうね、知っちゃいけなかった、激悪だった対人は。マジでもうね、気持ちよすぎる、本当に禁断の味だったね、これは。